ブワイフ朝は、現在のイラン・イラクを支配したイスラム王朝。カスピ海南岸の山岳地帯、ダイラム出身の豪族で、シーア派の一派十二イマーム派を報ずるブワイフ家が、起こした。ブワイフ家の綴りは、ペルシア語式に、ブーヤと読むという説もあり、ブーヤ朝とも言う。ブワイフ朝を建てたのは、ブワイフという名の父を持つ三兄弟で、彼らは10世紀前半にダイラム人不評部隊を、 率いる軍人として、イラン北西部タバリスターン地方を支配する、ズイアール朝サに仕えて対等し、932年には、イラン南部のファールス地方に進出して、ここで、ブワイフ町の支配を確立した。ファールスの支配者となった長男のイマードウッダウラは、ズイアール朝サが、内紛に陥ると、ファールスで独立した。さらに、彼は二人の弟を東西に派遣し、 ジナンルクン・ウッタウラは、北西部のジバール地方に進出して、ジバール政権を立て、サン南ムイーツ・ウッタウラは、はじめ東のケルマン地方を支配した。ケルマンのムイーツ・ウッタウラは945年に、西のイラク地方に転じて、バグダードに入場し、アッバース町のカリフから、イラク地方の世俗支配権を持つダイアミールに任命された。これ以降、イラク政権の君主が、 ダイアミールを接収し、カリフはイラクに実権を全く持たないようになる。こうして、ブワイフ長は三兄弟とその子孫からなる王族たちにより、ファールス・ジバールイラクの三政権と、その他の軍省政,政権からなる連合体となり、王族のうちの最年長者がブワイフ家の課長として、ブワイフ長全体を指揮する体制が築かれた。ムイズ・ウッタウラの死後。 イラク政権を継承した息子のイッツウッタウラは、バグダードの統治力を失い、978年に、ファールス政権のアズドウッタウラに追われた。アズドウッタウラは、農業生産の高いファールスと肥沃なイラクを統一し、ムイズズウッタウラの死以来混乱していた、イラクの統治を安定させて、ブワイフ長の最盛期をもたらしたが、その死後に、王族間で君主の位をめぐる争いが激化し、 分裂傾向が深まった。やがて、ジャズイーラ地方のハムダーン朝やアフガニスタンのガズナーサに脅かされ、領土が侵食されていった。11世紀半ばになるとイラクなどの支配は、チュルク系のマムルークたちに牛耳られ、部外フ長はほとんど境外化していた。やがて東方からガズナーサに代わって勢力を拡大したセルジューク朝が現れ、1055年に、 バグダードの支配権を握った。1062年、ファールス地方の最後のブワイフ朝政権がケルマーンで滅び、ブワイフ朝は滅亡した。ブワイフ朝は当時はイランにおいても少数派であった十二、イマーム派に属し、出自としても、過疎、ブワイフ以前のことはほとんどわからないような、微鮮な家系であったので、すんな派が多数を占めるイランイラクを支配するためには、 カリフによる権威の承認を必要とした。そのために、ブワイフ長は自身はシーア派の信徒であるにもかかわらず、スンナ派のカリフを保護し、カリフから世俗の支配を委ねられたダイアミールの地位を与えられた。ルクムウッタウラ、ムイツウッタウラなど、ブワイフ長の諸政権の君主が名乗った恩号は、ダウラを支えるものという意味を持ち、カリフから支配権の承認と共に与えられた称号で、ある。 また、ブワイフの元素は、イスラム以前のサーサーアン・アサの王族に遡るという主張がなされたり、サーサーアン・アサの君主の称号であったシャーハンシャーを名乗り、バハラーム5世の子孫という系図を作成し、イラン的な支配者として正当性を打ち出すこともあった。同族的な結合による連合政権であったブワイフ長において、王朝の中心となるのは主にファールスの政権だったが、 ダイアミールとしてカリフの保護権を握り、カリフの開敗まで自由にする権威を持ったイラク政権がブワイフ庁内外に対して政治的な影響力を持ちやすかったためにファールス政権とイラク政権は王朝全体の主導権をめぐってしばしば対立することになった。この連合政権構造において中心が複数存在するという欠陥は、 ブワイフ長の衰退における致命的な要因の一つである。ブワイフ長の樹立を支えたのは、正教な不評である、大ラム人の軍事力であったが、後には他の王朝と同じように、マムルークを採用するようになった。しかし、これらの軍人に対する報給を支払うための財政的な基盤は、国家国有地制度の破綻によりブワイフ長の建国時にはほとんど失われており、 ムイツウタウラは946年にバグダードを征服した際に特定の土地から上がる税を徴収する権利を軍人に授与するイクター制を導入した。以後、イクター制はイスラム世界の昭和さで広く導入され、軍事、徴税制度の基本となる。しかし、ブワイフ朝の段階では、イクターの法制化に不備があり、授与されたイクターから徴収されるべき税の限度額が、 定められていなかった。このため、イクター製の導入は、結果的に、イクター保有者による過重な税の徴収と、それによる農村の荒廃を招き、ブワイフ朝の衰退を早める。ブワイフ朝はもともとシーア派を侵攻していたため、イラン・イラクの地を制圧して、多くのスンナ派を支配下に収めた後もスンナ派よりも、シーア派に対して、保護を与えた。ブワイフ朝の講演により、 アッパース町カリフの都であるバグダードでも公然とシーア派の祭礼が行われ、イラン・イラクではそれまで下火であった12イマーム派の学問が交流した。スンナ派の側でもこれに対抗する意識が強まって、教理や祭礼の構築が進められ、続くセルジューク町において盛んにスンナ派のマドラサの建設が行われてスンナ派の教理が交流する路線が準備された。ブワイフ長は、 イラン出身の王朝で、官僚も多くが、ファールス出身のペルシア人であったが、王朝の公用語は依然として、アラビア語であった。宮廷には、アラブ人のみならず、ペルシア人まで含め、アラビア語で創作を行う文人が集い、アラブ文学の優れた作品が書かれた。ファールス地方、イマードウッタウラブワイフの長男、アズドウッタウラブワイフの次男ルクンウッタウラの子、 シャラフウッタウラーズドウッタウラノコ。サムサームウッタウラーズドウッタウラノコ。バハウッタウラーズドウッタウラノコ。スルタンウッタウラバハウッタウラノコ。ムシャリフウッタウラバハウッタウラノコ。アブーカーリジャールスルタンウッタウラノコ。マリクアラヒームアブーカーリジャールノコ。フーラードストゥーンアブーカーリジャールノコ。イラク地方、ムイツウッタウラブワイフの産卵。イツウッタウラムイツウッタウラノコ。 アズドウッタウラファールス政権の君主。サムサームウッタウラアズドウッタウラの子。シャラフウッタウラアズドウッタウラの子。バハウッタウラアズドウッタウラの子。スルタンウッタウラバハウッタウラの子。ムシャリフウッタウラバハウッタウラの子。ジャラールウッタウラバハウッタウラの子。アブカーリジャールスルタンウッタウラの子。マリクアラヒームアブカーリジャールの子。ジバール地方。 ついマードウッタウラル君ウッタウラハマダン政権ムけんむわいやどうったうらふわふるうったうらしゃむすうったうらーうったうららいせいけんふわふるうったうらまじゅどうっーン地方三つウッタウラアズドウッタウラサムサむうったうらばはうったうらかくむうったうらあぶうかありーゃあるえルふふふわるすち地方あいいいいらくちほうすじばるちほうすへちは ケルマン地方をそれぞれ示す。数字は統治順。ありがとうございます。